区民の皆様、おはようございます。公民館よりお知らせいたします。キュナの古い写真を使った上映会が10時より1時間ほど上映いたします。皆様のご参加、心からお待ちしております。

横に来るんですかです今回も体力勝負だったんですけど楽しかったです。<laughs> ありがとうございます。繰り返しお知らせいたします。木ナの古い写真を使った上映会が10時より1時間ほど上映いたします。 皆様のご参加、心からお待ちしております。 はい。時刻は夜7時2分3分になりました。えー、こんばんは。僕と写真とカメラマンとのお時間です。MC は一個でございます。番組冒頭から、今日はちょっと変わった形で始めさせていただきました。ありがとうございます。えー、早速ですけども、えー、実は2月の18日日曜日ですね。えー、こちら、えー、昨日市赤道にあります、えー、車、えー、福祉、 社会福祉、えー、ホール、えー。こちら2階でですね。えっ、ー、と、旧ナの古い写真を使った上映会が行います。で、猿、昨日ですね。昨日は旧な公民館で実は行いましたあ。ごめんなさい。時間は両方とも10時。昨日も10時。えー、今度18日も10時から約1時間なんですけども。えー、昨日公民館で行いまして、無事、えー、試写会が終わりました。ありがとうございました。 えっとね、めちゃくちゃいい仕上がりっすよ。いや、本当に。えー、っと、1回目、2回目、今回3回目でで、ね、一応まあ、今回でて完結という形になるんですけども、えー、っともうね、中身のこと今から言いたい。言いたい。中身言いたいんですけどもね、ちょっとまだ中身全部言えないんですけどもね。いや、にんとにあの、97個携わってきてですね、えー、っと、まあ、いろいろ拝見させていただきまして、えー、歴史的なもの、えー、たくさんの人、えー、会いました。えー、見ました。 えー、それのね、一回、二回、三回と負けてですね、まだ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 、たくさん紹介したことはあってですね、ちょっと、これで終わりなのか、と思って寂しい限りなんですけども、えー、本当に、あの、いい仕上がりになっておりますよ。見てくださいね。はい、ということで、シュプリムさん、こんばんは。お願いします。こんばんは、皆さん。あ、来てくれましたかありがとうございます。えっ、ー、とね、じゃあ、ここからいつもの話になりますけども、えっ、ー、と、この番組は、 ライオンの子保育園教育グループの提供で、この後7時56分まで放送します。FM 技能版の素敵なスタジオから、と言いったいところですが、工事中でございまして、2月いっぱいは第2スタジオで、えー、ちょっとこじんまりとしておりますが、ここでお送りさせていただきます。でも元気は変わら,も変わらないので、皆さんお付き合いくださいね。で、僕はですね、青森県出身で沖縄へ移住して17年目になるカメラマンでございます。えー、番組では、 沖縄を通して、えー、出会って,て、親しくさせていただいている方々に、毎週遊びに来てもらって、お仕事の話とか、えー、写真のこととか、あれやらこれやら、あの、お聞きしていく番組でございます。で、ツイキャストね、YouTube ライブでもお楽しみいただけますと言いたいところですが、今回はツイキャストだけですね、YouTube はなしでしたね。ということで、始めております。えー、ホームページの方からはね、見れますんでね、引き続きちょっと、FM 機能のホームページの方からでも入ってください。えー、ということで、スマホで聞く場合は、アプリのリスラジカン、毎ナのラジオをダウンロードして、 ここちちらもよよろしししくお願いいいまますということとううの提携文ののょっとような流れでございましたが今日のゲストは僕ですはい。えー、僕ね、ずっとカメラマンですーと言ってね、あれやこれはやってますなんて言って、本当にアイスカメラマンかよっていう話もね、ちらほらあの聞こえてきてるんですけども、はい、私カメラマンでございます。ただし、今日ゲストとして私が <laughs>、ちょっと待って。シュプリームさん、説教部屋じゃないからここ。<laughs> 放送の間はールを規制しておきます。 いやいや、全然いいんですよ。来てください、来てください。今日ね、ゲスト僕なんですよ。で、僕が、えー、っと、ゲストで、えー、今日私、肩書きがございます。どんな肩書きかと言いますと、急なく再発見実行委員会委員長三上一行でございます。ね。そう、いつもはね、あんまりから来ましたーっつってね、やってます。カメラマンですって言ってますけど、今日はね、なんと、委員長なんですよ、僕。 小学校からね、考えてみたい初期までしかやったことないですけど、僕。小学校6年生の時にね、あいつ今日休んでるから初期でいいんじゃないかの長い初期しかやったことないですけど、何度今度して、委員長させていただいております。よろしくお願いします。えっ、ー、とね、ちょっと目の前のキャンサーの距離がこんだけ近いと思わなかったんでね、ち <laughs> ょっと距離感感じてますけどね。<laughs> どうも、お久しぶりです。どうキャンさん。はい。いつもね、オープニングすいませんね。僕も一、一通り行った後にね、キャンさんに言う流れがちょっとね、できてきてるんでね。ちょっと言います。近いっすね、この距離感。ここは本当に近いです。ね。はい。こんな顔してたんすよ、キャンさんね。<laughs> うん。まじまじと見られる。まじまじと見られると。ちょっと照れますね, <laughs> ね。いや、いや、僕もなんか照れるな。<laughs> いやいや、いい男、素敵あ。ありがとうございます。<laughs> <laughs> いや、だってほら、いつものあの、ね、あっちだと外が見えてて、はい、僕こっちの第二スタジオ初めてなんですよね。はいはい、こっちをこっちでまたなんか、あれっすね、今思い出したんですけど、学校の放送室みたいな感じっすね。そうですね。うん、結構防音も,も向こうに比べると結構しっかりしてるので、はい、ああ、そうなんですね。音取るときにも結構いい感じに、はい。じゃあこれこみんなの悪口言っても大丈夫ですかね全部漏れますね。<laughs> 中の声結構意外と聞こえれるんですよ。あ、そうなんだ。大声とか出すとあああ全然外まで聞こえちゃう。ダメじ,じゃん、ここ。<laughs> <laughs> でも意外と外の音が結構入らないので、はい、このマイクに入るぐらいの音量ではないので、収録とかでよく使われてるんですけど、はい、それなりのクオリティの録音ができます。うん、えー、いいっすね、はいいや。僕放送委員会もやったことないんですけど、放送委員会ってこんなとこいたんだろうなってちょっと思ってね。 <laughs> 感じます。あ、ねえ、じゃあ、な、なに、テレキャン、テレキャンバーターって何あ、近いからねそう。テレコンってね、あの、カメラの機材のことですよ。倍率のないやつ。テレキャンバーター、めっちゃ近い。ここだと3倍ぐらいですかね。そうですね。そう。3倍だと露出だいぶ下がるんですけど、いや、キャンサーの存在感強すぎて、逆に明るく見えるっていうね。ありがとうございます。まさにテレキャンバータ <laughs> <laughs> なんか言われると僕どんどん乗ってきますから、なんか皆さん書き込んでください。ぜひ、お願いします。お願いします。はい。まあ今日ね、どうでもいい話から始めようかなと思ったんだけど、でもね、どうでもいい ことなななんんかか毎日ないっすねそうですね。ない。ないんすけど、うん、でもね、僕最近びっくりしたことばっかり続いてて、はい、何がびっくりしたかっていうと、えっ、ー、と、やっぱり仕事の話なんですけど、あるところで、あの、ちょっと違う、打ち合わせというかね、えっ、ー、と、いっぱいたくさんの方が集まるところで、みんなの前でお話しする場所があったんですよ。そこに行ったら、一人の方がすげえメモ取ってらっしゃって、ああ、なんか取材記者の方なんか来てくれたのかなと思ったんですよ。はい で、終わった後に帰ろうかなと思ったら、まあ、僕のとこ来て、三上さんって来たんですよ。はい、まあ、僕あの冒頭で、あの、三上と申しますって言ってから始めたんで、まあ、三上さんっていうのは当然流れなんですけど、はい、この人ね、あ、見たことあるなと思って、はいはい、開口一番僕、ご無沙汰してますって言ったんですよ。はい、でも、その段階で僕誰か分かってないんですよね。はい、だけど、この方と僕との、その、なんていう目線の高さとか、はい、距離感とか、その声のかけ方とか、声、声色。はい 絶対会ったことあると思って、女性で、ちょっと僕より年上の方なんですけど、はい、あれ誰だったかなと思いつつですよ。で、えっ、ー、と話かけてきて、あのー、青森、青森なんですかその方のとも青森、ちょっとご縁があるみたいな青森ですよって,って、はい、あ、この人青森の人かなと思ったんですけど、はい、でも全然違ってて、はい、ちょっと僕ある時に、あの、ちょっと病院の入院することがあったんですよ。はい。で、これがもう12年ぐらい遡るんですけど、うん、その時によくしていただいた方だったんですよ。へ、えー。 たまたま。えー、たまたまっすよ。たまたま。たまたま。で、向こうも僕のこと知らなくて話しかけていろいろ話して、はい、もしかしてすいませんけど、病院で働いてらっしゃいませんかって言って、あ、働いてます。あ、そうなんですかって、今いろいろ病院ありますからね。ほんで、えっと、どこどこ病院で僕入院した時があって、私もどことこ病院です。この人、やっぱそうだと思って話したと、向こうの人とも、はい、あの時のってなったんですよ。 すごくないですか沖縄結構あるんですよね。ね、しかもその地域にそこにお住まいだったみたいで、たまたま、ピンポイントで、はいはい。すごいことに、すごいことって言っちゃったけど、今、<laughs> 魚かみたいになっちゃったけど、そんなことあるんすね。 なんか、十何年ぶりの再会して、<ん>あの知らぬ間に話して思い出すみたいな感じです、ねあ。ありますあ僕もありますよ。あ、あるんだ。あのー、僕、行きつけのバーがあるんですけど、はいはい、そこで仲良くなった同お、同い年の子がいたんですよ。うん、男の子なんですけど。はい、わーって話してて、彼がな、内地に転勤で仕事で行くって近くなった時に、また最後に飲もうよ、つってな、話してたら、待って、カズマサってお前、宮中のカズマサって言われて。そう、なんか宮中のカズマサかっこいいっすね。はい 生徒会やってたって言って。ああ、そう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 。思い出したって言われて。あの、僕が宮里中学校の生徒会長。彼は、あの、三郷中学校、隣の中学校の生徒会長。班長生徒会長。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。あの、同じく生徒会長で。生徒会長どうしてフォーラムって言って、あの、中部のこの生徒会長が集まって、あの、このなんか討論会みたいな。生徒会が集まってやるのがあったんですけど、僕、ホスト校だったんですよ。3年生の時だから、挨拶とか自分がやってたんですけど、 あの、二日ある中の一日目やって、二日目は、あのー、僕がインフルで休んで、はい、彼が、あの、閉会をやるっていうのがあったので、うんうん、よく覚えてるよ。そっかそっか、そのエピソードが結構でかかったんですね。<laughs> そうですそうそう。めちゃくちゃ嫌な奴だったんですね、じゃああいつ、嫌中のああ。あいついつも自由でさ、<laughs> もう本当に嫌いだったんだよ、お前のことをっつって。<laughs> <laughs> すごいですね。これでも運命ですよね。はい、で、その後今結婚された奥さんがその方。 あ、いえ、あ、だから男性。あ、男性。はい。しかも結婚まだしてないですもんね。してないです。僕独身ですそうですよね。そういうとこまでできたら、一冊本書けるかなと思ったんですよ。そうですよね。そこはさすがにいかないですよね。まあでも、だから大人になって、あの頃はいろいろあったかもしれないですけど、こうやって飲みながら、わーって話せるね。そうになるっていうのも。そうですよね。やっぱ素敵だなって思不思議なもんだ。学生時分であった頃の思い出とかいろいろあるけど、一旦なんか開けちゃうと、なんかちょっとまた違う距離感で出会えますよね。そうですね。不思議ですよね。はい。あれって。 ってんすかね、そうですね。若い時やっぱとんがってるかもしれないですね。とんがってるはい。どっち側にえーっと、どっち側 <laughs> 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 いやいや、人それぞれとんがい方ってあるから。はい。うんうんうん。やっぱ僕は一番とんがってたら小学生時代で。はははは。遡りますね。はい。あの、この世のすべて俺より頭悪いわ。 っていう、いうとんがり方します。もうね、この世の全てって始まった瞬間、なんかアニメみたいだからもうダメ。<laughs> <laughs> とんがり方がなんかね。いや、いやでも、当時本当に、あの、大人でも知り得ないような情報、まあ、特に天文が好きだったんで。ああ、びっくりした。めちゃめちゃ勉強して、じゃ、うん、あ、のー、まあ、周りの同級生とか話し合わないんですよ。ああ。 で、大人ですら理解できてないんですよ。っていうのを経験しちゃって、すっごい天狗になった。ってことはですね、宮中の、えっと、頃と、宮将はい。どっちも嫌なやつですよね。まあ嫌なやつです。ですよね。相当嫌なやつです、僕。で、ずっと来たんですよね。で、今はどうなんですか今は、あの、いい、いい、良くなったなまあ、それはそうですよね。僕もすげえいい人だなって思ってるから。ありがとうございます。まさかこんなキャンさんの昔とんがった話聞けると思わなかったから。中学校まではがってたある意味不良ですよね。 不良まあ、ある程度、まあ、まあ、ま、こう、シャンに構えてます、ね、なんかこう、なんか分かり、分かっちゃった不良ですよね。はい。だか分かんなくてとんがるっていうか、分かっちゃってとんがってるやつですよね。だから僕、不良にならなかったのは、 不良になると、損しかしないなって思ってたが不良になってなかったんです。そっか、これがテレキャンバーターの距離感ですね。そこまで見えちゃうんだ。だから先生を泳がしとくぐらいの感じだった超嫌なやつ。よかった、大人になって。今出会ってよかった。ありがとうございます。僕もじゃなかった、僕も宮城は宮中乗って言って、ちょっと違うイメージで覚えてたかもしれないですもんね。超絶クソガキだった。クソガキですな、これね。この番組で放送できないようななんか文句言いたいですもんね。ほんとどうでもいい話始まりましたね。始まりましたね。こんなもんでしたよ。 <laughs> これ僕、いつも、もあのー、画面見てますけど、今日画面のとこにありますあのー、時<間>カメラはこちらです。キャメラで、時間こちらですね。<laughs> 時間こちら。カメラの後ろに時間。い今度カメラって言うんかい。カ <laughs> キャメラあったらキャメラで行きましょうよ。<laughs> キャメラの後ろオッケーオッケー、キャメラの後ろあるね。はい、オッケーオッケーオッケー。結構話したね。<laughs> すいません、ちょっと見えにくいかもしれない。いやいや、とんでもないですね。こんな感じ始まっておりますけども、そう、ゲストは私でございます。まあね、今、乗っけのトークはね、いつものお前じゃんっていうことになりましたけど、まあちょっとね、この後ちょっとね、今日の私のこの肩書き、立場も ございますので、ちょっと、えな、ー、と、木村のお話をお話ししていきたいと思いますが、ここで、ね、私ね、今日僕の番組で僕がゲストなので、僕の思い出の曲をかけていきたいと思います。一発目、こちらから、クレイジーケンバンド、のプレイボーイツイスト。知って、知らないですよね、クレイジーケンバンド。あ、知ってましたっけはい。クレイジーケンバンド知ってましたっけ知ってます。あと、この曲は、ちょっと、個人的に、マジあのプロレスでこれで入場する方がいるので、あ、本当っすか、はい、えー、気が合いそう。 あのーうん、パロマさんっていう方うパパルマさんパロマさんパロマはい、えー、あのー、めっちゃセクシー系のセクシー系女性いや男性なんですけどあまあプレイボーイですからねへえアロマさんあ違う違うパロマさんすごいセンス僕と合うかも。こん ちょっとあの、セクシーなのかセクハラなのかっていう、この、あれなの。<laughs> <laughs> いや、あれも、セクまで割ってますよね。はい、<laughs> その先のことは、まあ、みんな個人個人違うとして。<laughs> えー、いや、僕、クレイジュー・ケーン・バンド好きなんですけど、ちょっとこのは曲はね、ドハマリで。かっこいいですよね、うん。なんかね、人生観を語ってる曲なんですよね、このリズミカルに。うん 東洋一のサウンドマシーンっていう肩書きで、なんかね、肩書きておっしゃって、あの、横山健さんやってるんですけど、はい、あ、なんか、うん、これこれ、みたいな、僕は大好きです。皆さん聞いてますなんか今日こんな感じ始めてってんすけど、いいっすかシュプリームさん、キャンキャン君照れたから、いやいや、キャンさんで、ね。<laughs> テレキャンバーテレキャンバーだ <laughs> あ、そっちのテレキャンテレコンじゃなくて、テレテレキャンさんってこといろいろかけてるな。 うんあこっちのお部屋も面白いですね。初めて入ったけど、こっちも好きだなここはここで結構味ありますよ。よ、うん、味ありますね。あのー、たまになんか歌を録音してほしいとかって依頼があった時とか、はやっぱこっち使った方がいいよとでまで、うんうん、ううも、歌いたくて、しょうがないですもんね、こっち来ると。<laughs> なんかそんな気分はしますね。うん おーなんか一人一人初めてかも番組やるのあそうなんですねうん今まで誰かいましたよ CM いきまーすはーいあそうですよね、うん、毎回ゲストいますもんねなんかしらうん誰かしらいらっしゃっていただいたんで僕だけでち絵が持つかな次の曲の時も CM 使いましょうね、はい、あ OK です キャンさんにキャンさんと話ってそんな今、まあ、番組終わったっりしますけど、はい、キャンさんから僕にって話なんかありますああそうですねそういう話したことないですよねなんかないですよね放送中になんかそれ面白い,い,いや僕キャンさんの話はいろいろ教えていただいて僕もあんまり言うことないから僕から 僕は、あの、だから、あの、人に話聞くのは結構苦手なんですよ。聞いてくださいよ。あの、いや、あの、いやいでくださいよ。それがですね、あの、小学校の時質問間だったんで、なんでなんでなんでが口癖だったんですよでもあの時嫌な、嫌な時でしょ嫌な時。嫌なやつです。で、まあ女の子にデレカシーがないってめっちゃ言われて。デレカシーデリカシーデレカシーがない。デリカシーがない。もうね、今の感じもちょっと嫌なやつ。なんかちょっと嫌だな。で、そっから、え、 質問ってダメなんていうあの人のあの,の質問の内容によりますよね。聞いちゃいけないこと聞いてません。いや、そのもうそんなことはなかったと思うんですけど、うん、あのなんか結構こういう言われ方をしたので、うん、そそんなに踏み込んだ話でもなかったんで、うん、怖いってなって。 でそこから結局人に聞けないんで自分から開示するっていう方向に行きました。まあ確かに子供自分とか答えられない頃になんでなんでって結構怖いですよね。そうですね。9秒。は,はいうん。あそこか。あ見えた。7。もうん、4、3、2、はい。お送りしておりますこの番組は僕と写真とカメラマンとワイタはカメラマンの一個です。そしてゲストは。 カメラマンの1個です。ということなんですよ。今日はね、ゲストもですね、進行も私1個が行っていきたいと思っておりますので、えー、すいません、最後までお付き合いください。ちょっとね、花がないんですけどね、今日はね、あの、ちょっと聞,聞いて、 いって、入れますか聞いて、いていただけますか見ていただけますかぜひお付き合いください。今日何でも聞いてください。僕カメラマンなんで、ね。<laughs> なんてええー、と、そして、ところがですね、まあ、一旦ここからですね、私、急なく再発見実行委員会委員長ということでございまして、ちょっと急なのことをですね、ちょっとお話ししていきたいと思っております。ね。 皆さん、急なってね、あんまりピンとこないと思うんですけどね。というのもですね、木の湾市、急なというのはですね、えっ、ー、と、急なにございま、ああ、これ、木の湾にございまして、木の湾市ってね、あの、ちょっとドーナツ型になっててね、真ん中にあの、基地があって、その周辺にね、現在はですね、町、えー、集落が形成されているんですけども、えー、急なも例に漏れずにですね、えー、ちょっと本当は集落の場所がですね、もう少し基地の方に、えっ、ー、と、広がっていたという状況がある中で、えー、立地的には、 えっと、下から行くと、那覇市、えー、あ、まあそうですね。那覇空港があって、那覇市があって、えー、浦添市があって、昨日湾市があって、茶丹町がございます。58号線沿い、えー、西側をで今北上した形で説明してるんですけども、そのちょうど昨日湾市と茶丹町にちょっとかかるですね、ちょうど隣同士のところ。そういう意味では昨日湾市の端っこ、ごめんなさい、端っこぐらいです。うん。まあ。 そうですね。イサ、イサとキウナってね、端っこのとこなんですけど、そこのね、えー、っと、ちょっとね、題材にしたですね、ビデオを撮ったんですよ。うん。で、なんでこのキウナを題材にしようかなと思った中ちゅうと、僕はあの、17年前の、そう、2, 2月、違うな、1月31日に、あのー、東京から、 えー、カメラマンをしに越してきたんですけど、その時に僕、実は東京でいろんな友達がいたんですよ。というのも、えー、南ワイトマン市、えー、っと、北はね、えー、っとね、えー、っと、あそこはどこだ読谷村ですかね。で、先輩は大木美村の先輩もいらっしゃったんですけども、そのようにですね、県内各所にね、いろんな先輩後輩、はいえー、同期生、 たくさんいる、いたんですよ。いるんですよ。今現在もいるんですけど、そういう縁もあって、たまたまチューブで、ギノワン氏だけにはいなかったんですよ、知り合いが。 だったら、昨の湾市に住んだら、みんな来てくれるかなーなんて思いながら、まあそれでも各所いろいろ物件探してたんですけど、たまたま急なに、えっ、ー、と、ちょっとアメリカ住宅地建てのお家が空いてるよーっつって、まあアパートだったんですけど、そこに入って、そこから僕の急な生活がスタートしたんですね。で、その時ね、あの、まあ1月31日沖縄で行ったらですね、えっ、ー、と、風、風風が強いんですよ、1月2月って。 で、皆さん、ほら、あの、天気予報なんかで見るでしょあの、十、二十何度沖縄いいなとも、とんでもないんでございます。風が強く、強いんですよ。ってことは、1メートルで大体一度ね、体温下がるとかって言ってる中で、本当に8メーターとか吹いたりすると8度下がるわけですよ。だから常に、それって、あの、ごめんなさい、僕もちょっと体感の話ですけど、原付バイクに乗、乗りっぱなし。乗りっぱなしな生活が。降りてないんですよ。だから、寒くてしょうがないんですよ。 だから、雲に入ったりすると当然二十何度じゃなくてもっと下がるわけで、その中でもう風邪ひいちゃってですよ。のっけからすっげえ最悪のこの日本でスタートしたんですね。で、たまたまその僕が住んだ急南のすぐそばに、りんちゃん弁当っていうね、お弁当屋さんが今もあるんですけども、り、え、ん、ー、ちゃん弁当っていうお弁当屋さんがあって、そこに僕通ってご飯をね、毎朝ね、100円の沖縄そば、えっ、ー、と、 うちにあ弁当ですよね。いわゆるこう、おばあちゃんのね、おばあ、おばあちゃんが作るもうめちゃくちゃたっぷり入ったお弁当なんですけど、そういうのを食べてですね、元気をつけたんですけど、そうこうしてるうちにこのね、りんちゃん弁当のお母さんがですね、よくしてくれて、僕の中でもあお母さんみたいだなと思いつつ、そこからスタートし、どん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 いろんなキューナの方と繋がっていくうちに、あ、この場所で僕、あの、なんかこう、人、人って素晴らしいなって改めて思ったんですよね。なんか十、 3年間東東京京にいいて東京の人に対して否定はないんですけど僕、青森県っていう、やっぱ田舎から出てきたんで、あの、ま、東京よりはより人の人間関係の方が強かったかなと思いつつ、東京行くと、ま、仕事が中心だったんで、それが沖縄で、ま、仕事できたんですけど、なんかね、忘れてたこの人、人と人のつながりっていうのを思い出して、素晴らしいなと思って、そこでもう急なに住み続けたわけですよ。で、途中途中、ギノワン市いろいろ引っ越ししたんですけど、結局急なにとどまり続け、そして写真館を 始めという中で、キューナを題材にしたいと思いました。長題材の話するとこんなに長く話しちゃったけど、まあ、こんな感じで僕、スタートしたんですよ。で、でこのキューナのこの事業をや,やろうと思う企画もまたあって、写真館に皆さん、古い写真とか載ってらっしゃるんですよね。 うん。で、当然ですよ。僕なんかが生まれる前の写真のね、あの、沖縄って青年祝いって言って、あの、皆さん60歳だ、70何歳だとか、88歳だとか、こう、そういう、記念記念でね、お写真撮ることが結構多いんですよ。で、そういう写真をお持ちになってらっしゃって、昔の50年前だ、60年前だってお持ちになるんですよ。で、それをお持ちになった方は、私これだよとかって言いながら、当時の懐かしい話をし始めるんですよね。 で、僕らは仕事として、それを聞くか聞かないかは別としてですよ。仕事としてはその写真を綺麗にする、破けてるのを直すっていうのをパソコンでやることが仕事なんですけど、そのお話を聞くうちに、僕もその集合写真のどこかに並んでるんじゃないかなっていう錯覚に囚われ始めたわけなんですよ。で、そうこうしてるうちに、なんかその音が聞こえてくるような、お酒を飲んでるような、一緒に楽しかったような、で、そこに写ってらっしゃる個人の方が、 まあ当然古い写真なんでいるわけなんですけど、その方に対するなんか悲しみというのも僕自身ちょっと共有するようなそういう感覚に囚われてきて、あ,あ写真ってすごいな。一瞬でこの写真でみんながこの時代に入っていくことができるんだ。これは一つのなんかタイムマシンみたいな、あの人と人とのコミュニケーションツールじゃないかなっていうのはすごく感じたんですよね。で、そこから古い写真を使って昔のキのはナもっと知りたいっていうところが始まった。 で、題名が、急なく、えっ、ー、と、過去と未来を、えっ、ー、と、巡る旅という、あ、写真で巡る旅っていう形を題して始めたんですよ。それが、私の急なの、この、滞在を始めた理由です。長々言おうと思った喋れるもんですね。<laughs> どうですこんな話。いや、あのー、i k さんが、こうやって、あの、いろんな流れがあって、沖縄に来ていることを聞いたのは、はいはい、しっかり聞いたの、今日が。 初めてかなと思うんで。はい。あの、なんかすごい新鮮に聞かせていただきました。話長いでしょいや、でも、長い方がいいんじゃないですか、ね、<laughs> あすか、ストーリーがあった方が、ぐーって入り込めるじゃないですか。僕、ミチューのキャンは嫌いだけど、今のキャンさん大好き。ありがとうございます。そうそうそう。<laughs> シュプリムさん、寒いでしょスキー場、台風並みの風速15メートルあってあ。まあね、スキー場寒いっすよね。 あ、あら、シュプリームさん、Wi-Fi 不安定だって。まあ,あ<ー>聞、聞けたら聞いてください。なんかね、今日、まあ、録画してまた YouTube でね、後日聞けるっていうんでね、ちょっと僕の話をちょっとさせてくださいね。いろいろ言います。<laughs> まあ、でもいいですよ。皆さん、書き込んでくださいよ。そんなことしながらやってたんですよ。んほんで、 あの、何が面白いかって、まあ、キューナは、あの、これたまたまに当たるんですけど、アザシがあるんですよね。はい、僕、アザシって全部のち地方地、地区にあるのかなと思ったら、やっぱ内地区もあって、で、あの、博物館の館長、ヘシキ館長という方と、あの、親しくさせていただいて、ちょっとお話聞いたら、やっぱりその、お話ができる方がいらっしゃったタイミングで作れる時と、はい、やっぱりいざ作ろうっていう時に、そう,うお話が、 聞ける方がいらっしゃらない場合も多いとか、いろいろな事情があって、ちょっと作れなかったっていうところもあるらしいんですよね。だけど、キューナはちょっとそういう段階で、えっと、作ったということがあって、もう十数年前にこれ完成してたんですけど、アザシを制作するまでにも7年間かかった。 で、お作りになったんですって。で、えっ、ー、と、それを作った実行委員長の津毛蘭博しさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、この方をお尋ねして、そこから、あの、その、返済に関わった方、知、え、念、ー、知念、えー、さん、いろいろ、ま、皆さんいらっしゃるんですけど、いろんな方にお会いして、どん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 ,どん、あの、ま、あ輪を広げて、お話を聞きに行くにあたるんですよ、うんで。そこでまたね、不思議な感覚になるんですよね。うん、僕、そこの段階ではカメラマンで尋ねたわけじゃないんですよ。あ、カメラマンなんですけど。はい。 というのも、やっぱり一人の人間として、興味を持って言って聞きに行くと、その方、あのー、まあ、70代、80代の方。 でお話しして古い写真をお持ちになって、んで、あの、その写真に残ってる、これ写真ではないんですけど、む、昔の遊び方っていうのがあるんですね。月長って言ったかな、はい、なんかこう、そういう昔の遊び、ケンケンパーとかいろいろ書いてあるんですよね。はい、で、そういう話を聞かせていただくんですよ。で、昔の旧名の道幅は、あの、まだ道路の改正法のか前で狭くて、えっ、ー、と、もっとこの家の、 あのー、暴風林っていうんですか家のこの仕切りになる木が高くて、はい、うっそうとしてて、とそういう感じでこの木陰の、えー、日の傾きによって木陰が強くできて、えー、どんな遊びしてって言ってると、僕もやっぱそこにいるんですよね。うーん,、うん。だから、その時にどちらにいらっしゃったんですか僕はここでそういったクバ王子。皆さんクバ王子ってご存知の方いらっしゃいます皆さんわかると思うんですけど、あの、クバ っていう、沖縄にある植物を乾燥させた、あの、うちはですね、はい、あの、沖縄暑いんでね、あれで仰ぐの、ね、クバ王子を仰いでらっしゃったおばあがいたよって言った時に、僕もその方を一緒に見てる感覚になるんですよね。で、その角に、誰は角曲がったらじゃあ誰がいたのかなとか思ってるうちに、写真は当然断片的である場所ない場所があるんですけど、見れば見るほど、この街がどん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 自分の頭の中でも繋がってくるんですよね。<ー>それがね、すっ 面白くてで一緒にその方が案内して回るときにこの方の目線がどん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 流れてくるんですよ。それが面白くて写真撮るの忘れちゃったんですよ。<laughs> <laughs> うっかり。はいうん、で後日訪ねてとまた撮りに行くことになるんですけど、はい、だからこの不思議なもんでこのカメラマンだからどうのこうのとかじゃなくてこのやっぱりそのものに興味あったら別に職業じゃないんだなと思って。 たのを覚えてるんですよね。なんかこの街並みが見えてくるって、今の人だったら、VR とかでやられてた。ああ、VR イメージしやすいと思うんですけど、それを先にやられてたってやっぱすごいですね。いや、僕それ先じゃないですよ。いやいやいや、VR は出てますよ、当然。出てますけど。出てますけど。でも、なんか。一人 VR? はい。こう、なんか、あの、こうやって風景をどんどん繋ぎ合わせて、体験していくっていうのは、あの、やっぱりなかなか、あの、普通、 いや一般の方はイメージつきにくいと思うので。はい、ああ、そうですか。はい。ああ、なんかね、ううかすごい新鮮だなって思って。ねあ、でも、そういう視点で言ったら、もしかしたら、僕と同じ職業の方たちが、はい、あわかるわかるって方もいらっしゃるかもしれないので、その点で言ったら、はい、もしかしたら職業的な感想だったかもしれないんですけど、まあ、何せそれが見えた時の楽しさ、面白い。なんかパズルみたいですね、うん。で、多分この人、あ、この方、全然年上なんですけど、 今は一緒の年齢だったら、多分僕とこの人こんな関係だっただろうなとかって思い始めてくると、おのつとやっぱりそこに僕のピースがハマってくるわけですよ。うん。それはやっぱりなんていうんですかね。あの、その歴史を知る上で、この人の性格だったらその場をどう見てそういう解釈されたのかなって思ってくるし、そこに嘘だ、えー、本当だっていうのはないじゃないですか。はい、感性っていうか感覚が見えてくるじゃないですか。 それがね、また面白くて、だったら、まあ、後日の話、その写真を撮りに行った時に、この角度で撮ったらきっとあの人こう見てただろうな、とか、なってきて、止まんなくなるんですよ、これが。おもろいでしょいやー、素敵ですね。おもろいこれ面白いんですよ。うん、今ね、カーボー,ボーイさん書いていただきいて。i k k さん、キャンさん、皆さん、こんばん,はん,はん、はンワ今日も冷えますね。やってる,やってる、やってる、やってる、今週からスタジオも使えるんですかねーって書いてますね。 ああ、そうそ、ん、うスタジオはね、まだですね、来月からでしたっけ、予定はね。はい、来月から、うん。第二スタジオって今ちょっとね、あの、学校の放送室みたいなとこでやってますよ。ぜひぜひ聞いててくださいね。今日はね、僕がゲストなんでね、いろいろ、急な話していきますけどね。これ言っちゃってもうほら、あっという間にもう半分過ぎちゃったでしょそうですね。もう30分過ぎちゃってます。やっべちょっとね、<laughs> やっやばくないか。<laughs> いや、いいぐらいだと思いますよ。ゲストってこんなもん。はい。いや、僕自分でゲストあんまやったことないんで、こんだけ話したらお前言い過ぎだろうとかって言ってくださいね。あ,あ、いや、もう全然、もう全部引き出してあげたいぐらいです。いや、全然今の時引き出してそんなに <laughs>、引っ張ってない気がするけど。ば <laughs> ーれちゃった。ば <laughs> ーれちゃった。<笑><笑>そうですそうですそう。ええ、僕の前にいないと僕この話せない。一人だったら、はい、キャンさんがい話せない。ありがとうございます。じゃここでじゃ曲一曲挟みましょうか。えーとね、これもやっぱり僕の思い出の曲なんですけれども、懐かしの いきます名残り行き、畑元博さんバージョンでございます。お願いします。畑元博さんとはじめ千歳さんが一緒にあ一緒でしたっけこれね、何回聞いてもしんみりするんですよね、僕。畑元博さんの声、なんか好きで。 聞きやすいな優しいですよね声が声が優しいですよね確かに確かにあ、うん、<laughs> カープボイさん書いてビースター、ねビースター、ねはい、でですかね僕もひふみさんが一人で四時間収録っていうから一人できつそうだったらひふ…あ、出ちゃったはい、あのー、先週嘘。そうですかねカーボーイさん出たんですかはいごめんなさいひふみさん一人でずっとった。<laughs> カープボイさん存在したんだ <laughs> <laughs> 僕なんかそれ AI かと思ってた AI じゃないんですねカンポさん結構あれですよあのイベントがあるごとに来てくれますごめんなさいごめんなさい僕勝手 AI だと思い込んでたそうなんだでも AI ってよく言われるのどちらかというとシュプリームさんの方がああそうだそうそうシュプリームも AI 感あるかな <laughs> いやいやそんなことない <laughs> 芸人のメンバーにはいつ寝てるんだ、はい、あの人 AI じゃないかっていう <laughs> なんかチップ埋め込んでる可能性ありますよね <laughs> 生身の人間ですけど <laughs> えっ、ー、4時間やったんですかひふみさん 一こ,、はい、こっちで、はい、あの結局2週お休みだったのでその分の放送のこれこの部屋で4時間ラジオやったらなんか大学1個受かりますよね受験勉強にすげえ向いてますもん <laughs>、うん、カップラーメンさえ食べてたらなんか学校1つ受かりそうな感じもう僕今2時間目に入ってちょっとふらふらしちゃう時間目 <laughs> 頼みますよ生徒会長いやーちょっとあのー、もうい今からやらないといけないことが多すぎて頭がもういっぱいいっぱいですああなってる <laughs> もうこんな時バカなっちゃいましょうよ。ええ、もうバカなりましょう。えっと何、何か、ごぼうさん。えー、英語 AI はんぴらごぼうが言うというシュプリームさんじゃないのって書いてる。そう,そうです、そうです。何ぴらごぼうが言ってる。あのー、金曜日担当の芸人の子たちですね。んぴらごぼう。あーっかあー、芸人さんすいません、はい、失礼しました。芸人さんのお名前うんうん。なシュプリームさんじゃないのシュプリームさんをあの AI ああー <AI> って言ってるってね。はい、今、キャンさんも話してたし。なんか人間 AI 説どんどんこれ出てきますよね。<laughs> マジ顔出しておかないと。 この世でなんかあいつ AI じゃないかって話で,でそうで怖い <laughs> そうですねコメントだけとかコメントだけねいやいや本物ですよ本物 <laughs> いやなんかいろいろ言ったななんか言えてるかな全部言ってんな時間ないと言いたいこと終わっちゃいそうないや意外と早い どうします一応台本上は次で CM ってなってますけど、今で使ってていい、あ,あもちろん。多分今日勝手があれ、いつもと違うので、そうそう。そうそう,そうあの。僕の進行で進めると、大体この見ながらパって言うんですけど、はい、言ってって、もう何でも言っちゃうから、はい、あ時間気にしないで言っちゃうんですよね。<laughs> 自分のなんか都合で言っちゃうから。 ちょっと今音楽の管理するのも目いっぱいで。<laughs> いやいや、もういいですよ。そのかもうキャンさんもそのまま。もう途中でぶっつり切っちゃってください。あ今この携帯置いたんで、これあれて度時間見えるかな。あ、面白い。一このスタジオ。プライベートか。前もでもあれでしたっけこのスタジオ使うときって別に映りはするんですよね、顔とかね。 前は映らなかったんでしたっけこっちだったら音。声だけでしたっけそうですね、声だけです、ね。今後もそうなんですか今後もそうだと思います。一応、機材が足りないので。ああ、なんかこっちでその自分の顔を映ってやれるんだったら自分とゲストさんも含めて、はい、こっちでもいいかなと思ったりして。いやでも結構厳しいです。音楽かけるパソコンとか置けないので。ああ、今現在やれてるのは、あっちのやつ持ってきてるから。持ってきてないです。あじゃあこれはこれで、じゃ今できてるんじゃないですか。あのー、成立してますよね。えっと、正確には 音楽、僕のタブレットで今かけてるんですよ。はい。なので、あの、常にやるってなると、ちょっと厳しい。ああ、マジですかはい。なんか、意外とこっちにこうやってかけられると、ちょっと気持ちよくなってきちゃったんだ。家で喋ってるみたい。結構今、緊急対応なので、しょうがないんで、音楽全部僕のタブレットで用意したんです。だって今、僕の下半身映ってないですもんね。下半身、どう動いてるかみんなわかんないでしょ。あそこでも映んないですよ。ああ、でしたっけ僕足伸ばしてます。あの、ユんたくしてますよ。 で僕のスタジオもだいぶきれいになるので、うん、ああっすか、はい、いやなんかちょっといきなりこっち初めて入ってちょっと好きになっちゃったから <laughs> なんか旅先であって人のこと好きになっちゃってもう合わないみたいな感覚みたいないや、僕からしたら今もうてんてこまいでもうどうしようどうしようで <laughs> 頭が痛いですが <laughs> 先週いきなり音楽どうにかできんかって言われたので、うん、どうどうにかって <laughs> <laughs> でもキャンさんはできますよね でもでもでも追いつかないんで、もうすいません、今週はって形で今のキャンさんはできますよねっていうの、ちょっときつい言葉ですよね。<laughs> この状況で、それ言うの。五 <laughs> 秒前。あ、やばい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 。三。う はい、ひ、ひげ、間違っちゃった。引き続き放送しております。僕と写真とカメラマンと、ワイターカメラマンの一行と、ゲストはカメラマンの一行です。ということで、今日は一人二役ゲストをしております。えー、っとね、皆さーん、ここのスタジオなんかいいっすよ。ないつもはね、外見えるスタジオやってるんですけど、今日工事中でね、今日というか今月工事中で、夜番組はこの第二スタジオ、ピースターでやってるんですけどね、ちょっと個人までちしてて僕ちょっと気に入ってなんかいいなと思ってます。カオポイさん、キャンザーの個人的所有物やってるからね、それ。そうそうそう。ね、今ね、引っ越しして ちょっと機材がねちょっと足りないってことでいろいろねそうですね急にとしてる状況でやってますけどもスペース的にねやっぱ僕の機材じゃないとこのスタジオ入らないのでね,ねはい。もうもはやキャンさんこれ日一体化してますもんね完全にねだから結構た今週いろいろご相談しないといけない番組が多いんです <laughs> 自分でミキシングする番組もあるので <laughs> ま、じゃあ、おいおい、ちょっと、その、相談させてください。はい、ということでですね、前半戦からいろいろ話しておりますけど、私は何度も申し上げますが、急なく再発見実行委員会委員長を務めております、三上一行と申します。えっ、ー、とね、私が大好きな昨日の話、急なを取り上げて、 取り上げさせていただいた、えっ、ー、と、古い写真を使い、そして今の場所と見比べ、えー、それをですね、えー、我らがガネコマヨさんと一緒に街を歩く、そういった動画制作でございます。で、第3回目まで今終わりまして、えー、昨日、えっ、ー、と、祝日月曜日でございますが、えー、急な公民館で一度放送をさ、えー、試着会いたしました。えー、でですね、次、2月の18日、日曜日朝10時から、えー、昨安市赤道にあります、えー、社会福祉センター、ホール、えー、 2階でですね、同じく10時から上映いたしますので、こちらにぜひお越しいただければと思っております。本当に最高の仕上がりになっておりますのでですね、ぜひいいかなと思っておりますよ。 と言いながら、まあ、どんどん私進めてもありますけど、ちょっとね、曲1曲目、2曲目ってやってて、僕、曲で、僕は曲聴くタイプじゃないんですけど、でも、ちょっと人生になんかやっぱりターニングポイントの曲ってあるじゃないですか。はい。だから、それがね、エンドレス流れるんですけど、一発目のね、クレイジーケンバンド、プレイボーイツイストっていうのはね、この歌詞の中に、人間死ぬんだいつか、絶対死ぬんだから後悔しないでいこうぜ、男のライフスタイルってあるんですけど、これ男でもなんだ別にいいんですけど、死ぬんですよ。 っていう言葉に対しててななんんかやっちゃいやっっっちちゃゃ話なんですよね、うん、これはまあもちろん悪いことをしろと話じゃないんですけど、うん、やっぱりこの後悔するんだったらやれよって話なんでこれもすごく背中を押されててでい今さっきかけた「名残雪」なんですけど畑元弘さんとはじめちどうせさんバージョンっていうのでさっきかけたんですけど名残雪僕青森県出身なんでやっぱり雪が降ってる風景っていうのはやっぱりいまだにやっぱり心に車あって当時やっぱ電車でですよやっぱり上京したんですよね。うん、電車 列車ですね。汽車汽車で上京した時に、当時付き合った彼女が、やっぱりその汽車の,のホームで、こうって追っかけてくるんですよね。お互いその、もう発車してるから、こう涙流して、お互い、その、そこでね、あの、離れて、まあ、後日、東京で再開したんですけど、そういうのとかあったりして、ちょっとやっぱり雪に関わるエピソード、何か一つ上げてみてもね、やっぱりちょっとじーンと来るものがあって、名残雪をちょっとかけてみましたという流れでございます。かっぽいさん、えっ、ー、と、赤道、懐かしい、ギノマン自動車学校に通っていたら、オートバイで車とあそこのバッティングセンターによく行ってたなーって、 そうそう、金網の2階のね。そう、あのね、カんな、川さんありがとうございます。木の湾市赤道ってみんなわかるかなと思うんですけど、329っていうところ、国土32、329、あ、違う、ね、330か。 三三丸沿いの、えっと、普天間、儀能湾市普天間から、えっと、長田方面ですね。南の方に走っていくと、左手に金秀、スーパー金秀があるんですよ。そこの角にバッティングセンターがあって、そこを左折していくと、左手、えー、5軒目ぐらいのところに建物があるんですけど、建物の手前にね、入っていく駐車場があるんですけどね。四五十台ぐらい止められるらしいんで、ぜひそこにということで、今、カブボイスありがとうございます。教えていただきまして。 そう急なの題材も話しながら僕がなぜカメラマンでなんかこんなことしてるかっていう話もしていきたいんですけどやっぱりカメラマンってこの瞬間瞬間撮る仕事ではあるんですけどその瞬間瞬間って撮る瞬間が仕事じゃなくて撮る瞬間までどうなるかっていうのを考えて撮った後にじゃあどうなるかっていうことも考える結構ね短距離走だと僕は思うんですけどその やっぱりある一つの流れの中の一瞬撮ってる仕事なんですよね。だから結局笑ってくれないってことは笑わない理由がその前にあるわけじゃないですか。で、笑った後にどうなるかってこともあるんで、やっぱりちゃんと前と後があってその瞬間っていうのがやっぱり撮影なんですよね。で、僕古い写真見て思ったんですけど、当然やっぱり多くの写真は皆さん笑顔で、やっぱり笑顔で残ってね、残してあるんで写真が。で、そこの方の 当然お会いしたことないんですけど、その、もしかしたらこの方の一瞬の笑顔なのかもしれないんですけど、その人のなんか、あの、お顔の、えっ、ー、と、シワやわ年輪ね、ああいうの見ながら、この人ってこいつだったのかな本当は笑わないんだけど、もしかしたらとか思うのもやっぱり面白くて、なんかそういうところにも、この取り手取った人と取られた人の人間性っていうのがやっぱ見えてくるんですよ。 そこを感じるのもまた面白いんですよね。なんでこの場所で撮る理由があったのかなとか思ったりして。で、まあそれがあって、で、まあこの場、えー、っと、古い写真を巡る旅の趣旨として、今現在こういう場所です。だけど昔こうでしたよっていうのがあって、やっぱこの50年、60年ぐらいで、やっぱ宅地造成が進んで、まあ木の真んのこの辺になってくると、畑もだいぶ少なくなってるんですよね。 だけど、昔々は、やっぱり皆さん畑で、えっ、ー、と、自宅で、えっ、ー、と、大豆作ってたりとか、なんかこう、やだ、なんだかんじゃって作って、自分たちやっぱりね、自給自足で食べてたとかしてますし、で、キューナはチュンナーガーっていう泉があって、そこから水汲みして、お水からも全部自分たちでやってたっていう流れもあるので、そういうの、ところの絵、まあ、絵っていうのは、つまり写真ですよね。その写真が今残ってないですよね、ほとんどね。 それをちょっと思いを馳せる。この場でどういうふうにご苦労されてたのかなだけどそのご苦労されてたお顔で撮ってないんですよ。なんかね、本当にキラッと光るようなね、素敵な笑顔とかで撮ってらっしゃるんですよ。そこになんか当時、あの、今より娯楽も少ないと思いますし、今よりその、また違う感覚で皆さん、あの、お過ごしていらっしゃったと思うんですけど、その中でも楽しみがあって、 んんんだだろろうううううしし仕事ののの中かから勤労の意欲というかそういそうもあったすすごくく学びを多く感じるんですよね今現在何でも手に入るし、あの、過ごしやすい毎日になってますけど、そこからこの笑顔は出てくるのかな、というような笑顔。で、今の笑顔と当時の笑顔と何ら変わりはないはずなんですけど、背景の絵が違うと、やっぱりそこの辿っていく、この笑顔の出元が違うように僕は感じてしまったりとかして、 やっぱ突き詰めるとね、本当に一番の写真が離れられなくなっちゃうんですよね。うん。<laughs> と言って、キャンさんと2秒目を見つめ合うんですけど、<laughs> <laughs> そうなんですよ。 で、そういうのを見てて、で、えっと、沖縄市博物館館長、ヘシキさん等でお話しして、第1回目からご一緒していただいてるんですけど、で、あの、キュの写真ありませんかって言った時に、あんまり出てこなかったんですよ。で、出てきたのには理由があって、急なは、えっと、石獅子があります。急なのね、あの、石獅子があるんですけど、これがね、あの、沖縄県内広市といえど、えっと、石獅子がこんなに、 あの、七つもね、八つもそんなある場所がないということで、それであの、皆さん、あこれが文化財に指定されてるんですね。チュンナーの石獅子っていうのは、キウナの石獅子っていうのがね。で、その石獅子が写ってる写真だったりした時に、これがキウナですよっていうのはわかるんですよ。 で、他の場所、普天間だったら普天間神宮が映ってるから普天間ですよとかあるんですけど、他の何も、何もないというか住宅街だったりすると、その住宅の形が変わっちゃったらもうどこかわかんないわけですよ。んそんな写真が、ごめんなさい、単位が忘れちゃったんですけど、何万枚かあるんですよね。2万枚だったか、ごめんなさい、1万枚だちょっと忘れちゃったんですけど、まあ何せすごい分厚い写真があるんですよ。それを、 えっと、今その写真の所在はどこなのかっていうのを絶えずやってらっしゃるんですって。はい、あの、これはどこなのかって。そういう当てはめをやってらっしゃるそうなんですけど、なかなか進まないと。いや、うん、そりゃそうですよね。これだけやっぱり街並みが変わって、もう、道だ、道すら変わってるじゃないですか。はい。道すら変わってますし、今西普天間地区、えー、っと、木野湾市、急なの高台から茶谷を見下ろすあの場所でさえあんだけ変わっていってるから、わかるわけがないんですよね。だから、 できるだけ多くの方が、そういった写真を、まあ、お手元にある写真、これはここなんだっていうのをもし記載していただければ、万が一、写真がお手元離れた時に、その、写真がですよ、生きていくのかなっていうのをすごく思ったんですね。つまり、写真って何万枚あろうが、そこれがどこで写したかわかんなかった場合って、ミイラーみたいになんか半分死んじゃってる写真というか、 ちちょっっっと寂しくなっちゃって、うん、だからやっぱりそこが誰が写っててどこの場所だってわからないと写真の本来のやっぱり記録としての記憶がやっぱりね消えていきますよね。うん、そういう危機感は僕もちょっと感じましたねそのやりながら。はい、やっぱりこの風景ってやっぱり思い出の中に残ってますけど、はい、思い出なので本当に合ってるかどうかっていうところを精査していくのも大変じゃないですか。はい だからそこもあるからこそこの,この場所がどこだったかなって写真見て思い出せない方もいると思いますし逆に思い出せる方があここはここだよって言って繋がった時の,この喜びって大きいですよね。 でその時に変わった理由とか、あの時これ、ここにこれがあったんだけど、これがこう変わったっていう、またエピソードがついてきたりするんですよね。はいはい、そうしたらそこの場所がですよ、なんからちょっと特別な場所に思えるんですよ。うん、うん。ちょっとした草むらなんですけど。それがね、またちょっとロマンチックじゃございませんか、皆さん。えー、シュプリームさんすいません、番組そっちのけで可愛いインターン女子大生と話、おーい インターン女子大生と話をしている場合ですよ。<laughs> シプリームさん、後で電話番号を教えてください。カープボーイさん、確かにうちの地域もサトウキビ畑と公園だった。ところが、えっ、ー、と、全部高架橋と道になっちゃって、つながっちゃ確かに便利になってるけど、遊び減ったんだよな。うん、そうっすね。遊びはなくなってますよ、今ね。そうですね。そうそう。僕の住んでる地域も、うん、もちろん周りがウージ畑、サトウキビ畑だったんですけど、はい、まあやっぱり。 今はもう住宅街になりまして、<は>マンションもいっぱい建ってて、はい、もう子供たちどこで遊んでるんだろうと。うん、もうそういう地域にやっぱなってきてますね。なってきますよね。寂しいですよね。うん、でもそういうところがですね、今もう過去の記憶として写真の中には残ってるんですよで。今現在は当然違う場所になっております。だけど街ってどんどん変化していくものだと思うんですよ。今後どうなるかわからないんで、この古いものの中にある写真、これがまた 今後の未来でそういった場所ができても皆さん当然いいと思いませんか、うん、もちろんです。だからそれはやっぱり憩いの場所になってもいいと思うし、うん、なんかそういうふうな未来に対する一つの継承というか、何かそういったメッセージを含んでるので、まあいっぱい古い写真のね、そういうのを拝見させていただいて、皆さん見て、はい、いろいろ思いはせていただきたいなと思っております。うん、えっと、どんどん曲をかけていこうと思ったんですが、もう時間がもう10分前になっあ、10分ないか。 5分。5分前になっちゃったよ。そう、はい、ですね。もう一曲かけなくていいんですけど、はい、もう一曲はね、雷が鳴る前に行って、牧原紀之さんの曲かけてもらおうと思ったんですけど、まあこれは僕がね、初恋の人に電話しようと思ってね、えっと、電話した時のね、あの、曲です。だからどうでもいいです。<laughs> <laughs> <laughs> っていう話もね、おりますながら。そう。で、ここで、ちゃんと言わなきゃいけない。今回第3回のなく再発見のこの、 内容なんですけど、えっ、ー、と、まよさんが、えっ、ー、と、今回も、キュナを歩きます。えっ、ー、と、それで今回は、えっ、ー、と、豆腐作り体験というのをしまして、えっ、ー、と、大豆、昔、あの、各家庭でなんかね、畑作ってたらしいという話もあるので、大豆を使って、えっ、ー、と、豆腐作りをしてみました。これは、キュくナの子供会の皆さんにご協力いただきました。でね、最後はですね、ちょっとあの、市販の、ちょっと別のところから豆腐をあと買ってきまして、えっ、ー、と、まあ、作るんだな別に豆腐を食べてもらって、やっぱ豆腐美味しいねって、ああやって作ってできるんだね、 いその他ね、あ、えー、のー、旧中区の区長、知念恵国区長からのね、あの、現在の、あ、えー、のー、公民館のですね、自治会の活動のお話をお聞きしたり、えー、そしてですね、えー、と、第2回で、えー、っと、西普天間地区の中に、えー、ツアーというか、えー、下見で入ったんですよ。 で、それを見た青年会の人たちが、えっ、ー、と、我々も見たいというお話をいただきましたので、文化課の方にちょっとこう相談して、えっ、ー、と、青年会の方何名かと、再度今の西普天間開発地区に入りました。変わってました、やっぱり。あれから1年経って。で、僕らはやっぱその制作で見てるので、あ、こんだけ変わるんだなって,言って思って見てたんですけど、ぜひ皆さんもその辺を見ていただきたいなと思います。あと、今回の特徴としては、たくさんいろんな方に出ていただいております。えっ、ー、と、人、人、人。 人とのつながり、そこから感じるもの、そして何かこの学んでいくこと、で、これから残していかなきゃいけないもの、えっ、ー、と、僕が思うんですけど、やっぱ街っていうのは一人でできるもんじゃないと思うんですよ。二人集まり、三人集まり、五人集まり、十人集まり、それでみんなで作っていくのが街だと思うので、今回この急なの三部作で最後人のことを重点的にやったことは、やっぱこの街づくりという、今回のこの基金、助成金事業、 えー、き、えー、きのわ地域づくり、推進、えー、基金事業、だって、思、えっと、い出すません。名前違ったすいません。っていうのを使って、あの、利用させていただいて作ったので、ぜひ、えー、街は人、が作るもの。で、その人と人のつながり、それは、えー、一体何なのかっていうのを、やっぱり感じていたので、ぜひ、えー、その辺を見ていただきたいなと思っております。本当に必見です、皆さん、今回。 うん。だいたい時間は47分、50分ぐらいの作品になっているんですが、ちょうどいい時間で見れるかなと思っております。えっ、ー、と、もうやんがてですかもうあっという間に近づいてきましたね。はい。なんてことでしょう。言いたいことがまだまだあるのに、やっぱり時間がなくなってしまった。まあ、おしゃべりな私でございますが。えっ、ー、と、では最後に、もう何度も申し上げております。最後にもう一回言います。告知いたします。2月18日、日曜日、木の湾市赤道、えー、バッティングセンター裏。 <laughs> 社会福祉ホール2回、えー、午前中朝10時から、えー、約1時間ほど上映いたします、えー。受付はですね、だいたい9時半、えー、9時過ぎ、9時半ぐらいから来ていただければと思,思っております。ただし駐車場がですね、えっ、ー、と、中列駐車で40台ほどしか入らないので、できれば乗り合わせて来ていただきたいと思っております。えっ、ー、とですね。 で、まあ、今回はですね、終わった後また皆さんとですね、あの質疑応答というか、何かこう質問をいただいたりとか、あの、聞いたりとか、皆さんとコミュニケーションも図りたいと思っておりますので、大体全体で終わるのが11時半ぐらいかな、10時スタート11時半ぐらいまでちょっとやってみたいなと思っておりますので、ぜひ来てください。 でね、えっ、ー、と、いろいろやっぱり反響もあって、実は。あ、実はって、まあ、毎回反響をいただいてて、今回僕の知り合いの方が県外から、県外から来てくれるとか、あの、そういった方もいらっしゃるのでねあの、ぜひぜひ皆さん、えっ、ー、と、県外、えー、県外、市外、えー、市内、えー、世界、いろんなところは来ていただきたいと思っております。で、あのー、まあ、一人で来てもいいんですよ、全然。全然来てください。でも、誰か誘って来てください。<laughs> <laughs> そしたらなお、なおいいんじゃない 帰りに映画のね見た後にほら言うじゃないですか今日良かったよねどう思ったっていうあれも醍醐味じゃないですかね誰かと一緒に来た時に、ね、話するっていうねぜひ来ていただければと思っておりますいやーゲストで来てみてちょっとねやっぱり緊張はしないんですけど <laughs> あこうやって話してんだなぁと思ってねもうすぐこんな時間なっちゃった やっぱり今回のこういった取り組みっていうのを、はい、もっと他の地域にも広がってほしいですね。おそれ言おうと思ってたっていうか言ってほしかった、はい、だから僕の住んでる宮里っていう地域もだいぶ風景変わった地域なので、うん、まあ,ある程度やっぱり昔の写真とか見ると、あ、こうだったよねって僕ですら思うので、はい、だからそれをまた伝承することも大事だと思う、はい、やっぱり今の子たちはそれを知らないので、はい、だこういう歴史があったんだよっていうのを、うん やっぱ知っていくっていう機会を持ってるのは、うん、まあこういったやっぱ作品とか過去の写真を掘り起こして誰かが頑張ってくれないと伝わらないですからね。はい いや、本当にね、思い立った方がどなたかね、やっていただけるとね、はい、あの、どうせ僕もちょっと一生かけてもね、日本全国回れないので、沖縄県内それは回れないと思うので、はい、皆さんあの各地区でこういったことを聞いてみて面白いなと思った方いらっしゃったら、ぜひ、あのね、あの、働きかけてやってみてはいかがでしょうか。はい、みんな我々今共に生きてるね、我々でですね、みんなで残しましょうよ。でみんな楽しく、平和に、仲良く、みんなで過ごしていければと思っております。 はい。ということで、本日のゲストは、えっ、ー、と、私、急な、えー、再発見実行委員会委員長、えー、そして、カメラマン、そして、この番組のナレーター、三上でございました。三上一子です。ありがとうございました。喋り倒しちゃった。たジャストでしたね。お疲れ様です。<laughs> やゆっくり休んでください、ね。いちょっと、頭が今もう。やばいですよね。<laughs> 気の利いたか食べ物も持ってきてないですけど、まず甘いもの食べた方うがいいですよ。甘いもの食べて、風に当たった方がいいですよ。ちょっと何か糖分の多いジュースを。この場所も悪くないと思うんですけど、密閉されてるからね、風に当たった方がいいですよ、まずは。やっぱり次の段取りを今考えながらやってたので、ちょっと疲れちゃいました。ですよね。目もね、目も疲れるから。一回 画面が見えないのでね。あの、今スマホで確認してああ、まあでも余計使いますよね。ちっちゃいとこ見てるから。<今>まあ時間あるんだって、まあ外でちょっと休んだ感じですか。ありがとうございます。ね、ちょっとじゃあ、すいません。あの、オフトークもい行きたかったんですけど、<あ>早めに終わりましょうね。はい。あ、今まだ入ってるんですか入ってます。ますああ、じゃあ皆さん、<laughs> 忙しいと思いますけど。 健康には気をつけて。はい。さようなら。また来週完璧に放送できるように準備します。ああ、まあ、無理しないで。無理しないでいきましょう。<laughs> 正しくいきましょう。皆さんではまた来週。さようなら。ならまた会う日まで。